カナンモールは中国、関東省、東ン,ン市にあった中国最大のショッピングモールである。2007年7月19日に新カナンモールと改称した。2005年の開業から2008年10月31日にドバイモールが開業するまでは世界最大のショッピングモールでもあった。多くの店舗スペースが空いている、東ン,ン市、前区の前大道の南側に位置する。2005年にオープン。 グラは約710万平方フィート、前年開業の近年時代ショッピングセンターを上回り、当時としては世界最大のショッピングモールとなった。しかし、最小面積が大きく、賃料が周囲よりも高く、事務所用には使えないなどの理由から、入居するテナントが少なく、入れ替わりもあるため、1500ほどもある小売スペースの、多くはずっと空きスペースになっているのが実情である。 2013年の時点では、モール側の主張する店舗入居率は20%であり、事実上機能停止状態と言われている。同施設は7のエリアに分かれており、周囲にヤシカの植物を植えたり、素像を配置するなど、異国情緒作りをしている。中央広場には、フリーフォール型、急流下り型、回転ブランコ型などの電動アトラクション施設と、ボート乗り場があり、他にゴーカーと、 ゴンドラ巡り、海賊船などの娯楽施設がある、トンガン儀車総丹から、トンガン市内バスで東に位置停留所だが、中間にインターチェンジがあるため、徒歩15分。なお、バス停の名前は、カナンマミと漢字表記の旧称のままとなっている。市役所のある、南城区からタクシーでは15分程度。新カナンモールは、中国最大のショッピングモールであるが、駐車場が少ない。 北米最大のショッピングモールである、ウェストエド・オモントンモールは2万台収容を可能だが、新ナンモールでは1万台しか入れない。しかし、消費者も自転車利用が多いなど、国情に違いもある、ワールズ・ジュラージスト・ショッピング・マウルズ、フォーブスドットコム。オリジナルの2013年4月26日時点におけるアーカイブ、 h t t p a r c h i v e i s 2, <ッ>2 0 1 3 0 4 2 6 0 0 1 5 3 4 h t t p f o r b e s c o m 2 0 0 7 0 1 0 9 m o w e l s w i l e s l a r g e s t b i z c x t v r 0 1 0 9 m o w e ス s s l i d e に h t m l ハット世界最大の商店街は今やゴーストタウン不動産バブルの付け中国 CNN,http コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ3 5 0 29208ドット HTML ありがとうございます。